いつからこんな風にしてくれてるの？お前が初めてうわパニックになった時からだ。おお、これだ。うわ懐かしい。ほこりはついてないなんてな、前にもやったから。え、こいつは名付けて月の陰謀だ。うわすごいや。なんだこれ。モーティー、なんてバカげたこと言い出すの。本当にバカげた話だ。じいちゃん、散々バカやってきたくせによくそんなことが言えるね。ここを含めて300通りの地球の月を見てきたが、普通の男が月をぶらついてるなんて話は聞いたこともないぞ。レンズのシミだったんじゃないの。レンズのシミ。レンズのシミだったって。僕だって怪しい男とレンズのシミの違いくらいわかるよ姉ちゃん。モーティー落ち着いて。気分悪いの。すごくいい。傷つきやすい子ね。新しく来た生徒指導員を紹介しよう。ルダス先生だ。皆さんの輝く未来のために指導していくのがとても楽しみです。ぜひ皆さんに月を目指すような大きなことを成し遂げてほしいです。尻尾をつかんだぞクソ野郎。なんだね。これはルナス先生の正体がわかる写真です。生徒指導員だろ。その資格もあるでしょうけど、裏の顔があってなんと月に住んでるんですよ。そうなのか。彼は誰かに危害を加えているとでも言うのかい。絶対何か企んでます。なるほど、事情はわかった。月に住み何か企んでいるんだね。彼と話すよ。なんて言ってました。月の件は否定したがロリコンだな。彼らは何でも否定するんだ。ロリコン。違うのか。月は隠語かと思った。いいえ、本当に月から来たんです。彼の反応を見ただろう。ともかくあの男は若い子好きだ。ゴードン・ルナスは良き海兵隊員だった。彼が自殺した理由は知らないが、いい思い出を忘れずにいたい。例えば彼をある角度から見るとシミのように見えたということも。そんな嘘だろ。なんてことしたんだ。